8月のシンデレラナイン。続きまして私たちがご紹介するのは森の都宮城県は仙台市を本拠地とした東北楽天ゴールデンイーグルスです。イエーイ。担当は坂上芽衣さんと泉田京香さん、そして私永井かな子でお送りします。お、いいね。なんかあのさ、坂上はプロ野球にめちゃくちゃ詳しいからわかるけどよ、永井は平気なのか？大丈夫。前に美奈子ちゃんたちと一緒に試合観戦したことあるから。見に行ったんやね。へえ、ならお手並み拝見と行こうじゃねえか。私に楽天ゴールデンイーグルスの魅力を教えてくれよ。楽天イーグルスの魅力はなんと言っても美味しいご飯です。おいしいご飯そうか、やっぱり飯の話かよ。違うの泉田さん、本当にすごいんだよ。私この目で見てきたんだもん。ほう、あのね楽天イーグルスの本拠地楽天生命パークはね、メジャーリーグの、球場を参考にボールパークっていうのを目指してて。ほう、なるほど。あ、そうなんや。だから、球場全体がテーマパークみたいになってるの。外野席にね観覧車があったりするんだよ。へえ、ちょっと行ってみたい。マジかよ、それに乗って試合観戦とかしたら子供たちが喜びそうだな。それでさっきの話に戻るんだけど、食べ物の種類がね本当に多いの。へえ、なんか阪神の飯はよくわかるんですけど、他のとこで全然知らへんから、こういうのを見れるの嬉しいですね。球場の周りに飲食店がいっぱいあってね、一周見るだけじゃ足りないくらいなんだよ。ほう、選手がプロデュースしたメニューとかもあって、浅村選手の牛タン弁当とか、あ、もう浅村のやつあるんや。則本選手の炎の直球カルビ丼とか、松井選手のメンチカツバーガーとか、茂木選手の焼肉弁当とか味噌ラーメンとか、銀次選手の思い出のジャジャ麺とか、島選手の欲張りワッフルワッフルとか、めっちゃ知ってるやん。およく覚えてんな。あとね藤田選手の冷やし肉肉カレーうどんとか、ウィーラー選手のウィーラバーピザとか、へえ、結構あるんやな。長い魅力的なフードメニューは分かったからよ、そろそろその選手たちの魅力を教えてくれねえか。坂上さんバトンタッチ。おお、かっこいい。お任せください。よっしゃ。お、真打ち登場だな。東北楽天ゴールデンイーグルスは今年3位でシーズンを終了し、クライマックスシリーズ出場を決めました。そんな楽天イーグルスの打線を牽引したのはやはり、昨シーズンに FA 移籍で入団した浅村選手の存在が大きかったですね。そうですねライオンズから楽天に行きましたね。 FA ってなんだ？簡単に説明しますと、選手が所属球団以外の球団と自由に交渉することができる権利です。詳しくはネットで調べてください。そうやね。そんな浅村選手に加えて助っ人として獲得したブラッシュ選手の両軸を中心として、銀次選手や島内選手、茂木選手といった、生え抜き選手の奮闘が光りましたね。茂木英五郎ね。茂木英五郎は知ってるよ。茂木英五郎やろ。茂木選手、あ、覚えてる。確か、それ。茂木英五郎。そう。で、美奈子ちゃんと一緒にやったよ。ええ、その茂木英五郎選手です。私は銀次選手ってのが気に入ったぜ。男らしい名前でかっこいいじゃねえか。あ、泉田ちゃんはもう全然知らんねや。なるほどね。それから忘れてはならないのが楽天イーグルスを代表するエースピッチャー則本投手です。則本がエースなんや。肘の手術を乗り越えて復帰した彼の、力投は、終盤の A クラス争いを制する原動力になりました。おえー、
怪我を克服しての復活か。クソ、泣かせるじゃねえか。泣いてるやん。そして今年の楽天イーグルスを支えたのは、なんといってもリリーフ陣の奮起かと。ほう、そうなんや。リリーフっつうと中継ぎか抑えピッチャーか。ええ、本来リリーフ投手というのはシーズン終盤になればなるほど疲労がたまり苦しい戦いを強いられると言われています。ところが楽天イーグルスのリリーフ陣は夏場を過ぎても調子を落とすことなく安定した成績を残していました。森原選手やブセニッツ選手を筆頭に、青山選手やマーハン選手、孫選手に、高梨選手、そしてストッパーを務める松井裕樹選手、この人は高校から見てました。他にも名前を挙げればキリがないのですが、リリーフ陣の盤石さはパ・リーグ屈指と言えるのではないでしょうか。ほう、そうなんだそうなんだって長いよ。お前やっぱり食べ物の話しかしてねえじゃねえか。そんなことないよ。それしか言えん。もぎえいごろ。いや、それは分かったからよ。ふふ、永井さん、またポップコーンこぼしちゃいますよ。ありましたね、そんなシーンも。これね、これいいっすよね。あ、そうだ、坂上さん。あともう一つ、楽天イーグルスにはお決まりのパフォーマンスがあるんだよね。ほう。ああ、あれですね。試合に勝った時にお立ち台で披露される。なんだなんだ、盛り上がる感じのやつがあるのか。私にも教えてくれよ。うん、泉田さんも一緒にやろう。あのね、まず一緒にカウントダウンしてから。よっしゃ。ふむふむ、なるほどな。よっしゃ、そんじゃやってみっか。やってみっか。悟空みたいだった。いくぜ、3、2、1。ブラ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 、分からへん、ごめん、知らん。楽天全然知らんね。